白ですもうバッテリー切れしない太陽光パネルバックアップ電池の最強スマホケースが登場という形なんですけど、まあ、こちらはちょっとですね、えー、残念ながら iPhone6、6プラス用という形で限定されてしまうんですがかなりね使えるソーラーパネルだなという形で、えー、動画撮ってみましたでこれはですねあのー、バックアップ電池を備えたケースとソーラーパネル 搭載のカバーがペアになっているというもので必要に応じてソーラーカバーを取り外せるというのが特徴だということなんですねで、選べる電池容量という形なんですけど iPhone6 用なんですがねバッテリー容量が 1400mAh と 2800mAh の2タイプが用意されていて iPhone6 プラス用で、ね、やっぱ大きいので 2800mAh の1種類という形です 1400mAh では iPhone6 の電池50%をまかなえ、2800mAh だと不流充電できるという形ですね。かなりですねパワーは強いのかなという形ですね。でちなみにこうケースだけですとこういう形になってですね、えー、そのまま iPhone ケースとしても使えるんですがソーラーパネルをですねこのようにくっつけると、まあ、充電できると。 いう形なんですがじゃあどれぐらいの充電ができるのかなという形なんですが1時間太陽光に当ててるとえ通話2時間分を発電結構発電してくれますよね太陽光発電で重要なのがその電力だがこのカバーを1時間日光に当てると2時間分の通話またはインターネットが90分できるだけの電気を発電できるとのこと結構できますよね なのでランチタイム時のカフェのテーブルやオフィスの窓際などに置いておくだけで充電でき手先で、えー、端末の電池残留を気にすることが少なくなりそうだということですよね。でケースのバッテリーはマイクロ USB でも充電でき端末をケースにセットした状態でパソコンにつなげればデータの移送も可能になっているということなんですね。 でセット価格は74ドルからという形なんですけども、えー、スマホ端末の電池消耗対策としては、モバイルバッテリーが主流なんですけども、まあ、発電と充電が同時にできると便利、えー、好めないと。普段使いはもちろん旅行や屋外でのアクティビティ時には特に威力を発揮しそうだという形ですよね、えー。このケースとカバー、資金調達サイト、キックスターターで入手でき、 容量 2800mAh の iPhone6 用ケースは54ドル。これにソーラーカバーを付けたセットが74ドルとなっています。とキャンペーンは5月14日までという形なんですが、この、ねえー、ソルプロのキックスターターの、えー、画面、ちょっと英語なんですけどね、えー、パラッとこう出してみるとこんな感じですね。で、こうプレイすると、まあ、英語での解説がこう出てくるんで、 見たい方はね、ちょっと見ていただければと思いますけれども、これね、一つ残念なのが iPhone6 だけなのかという形なんですよね。まあ6プラス用でもいいんですけども、このソーラーパネルですね、いろんなものにくっつけられたらいいのになって私は思ったんですね。だソーラーパネル自体に USB 端子がくっつけば、これ何でも充電できるじゃないですか。だかここだけでね、こうケースの えー、カバーをこのケースにですね一緒にこう足してるだけっていうのがちょっともったいないと思ったんですよねうーんソーラーパネルっていうのはこれ私なんかね Mac もこう外で使ったりするんですけども、あのー、両方ねこうバッテリーこちらのソーラーパネルからですね、えー、充電できればもっといいなっていうところが ちょっと要望として少しあったんですけども、でもね、これだけでも相当いろいろなことができるんじゃないかなと。まあ、あの、太陽光じゃなくてもですね、普通に太陽光パネルですから、あのー、電気がこう明るいところだったらどこでも充電できると思いますので、これはね、かなり面白いなという形ですね。はい、今回は太陽光パネルのくっついた iPhone6、iPhone6 p l u 用の、えー、スマホケースと。 いう形のご紹介でした。どうも聞いていただいてありがとうございます。